間にあの裸のおじさんが出没してて、なんで絶対全土地にいるんですか。危ない。うから。もうすぐ私はもう闇落ちして闇落ちしました。えれえ強いワードが出てきました。なんか小学校の方とかちょっと行ってみたいんですけど、うん、小学校の名前を打ったら出てくるのか、出てくるかもしれないですね。ほんとちょっと帰った気になるぐらいストリートビューでちゃんと映るから、でもかなり懐かしい記憶が、あ、こっちだ、あーこの下の公園とか。あ、ちょっと公園の前から歩いていきたい。あ、いいですね。ちょっと多分道的にもうほら地図で興奮してらっしゃる。ここら辺から行ってたんじゃないかな。あ、いいですね。あのピンがそうですよね。そう、うん、どうですか。うわ、こんな道だっけ。あ、でも坂道を上がってくんですよね。はいはいはい、あ、でも坂道っぽいですよね、うん、あ、ここほら来た。でももうちょっとなんか高い場所がなかったかな。なんかこの公園にすごく頻繁にあの裸のおじさんが出没してて、じゃあなんで絶対全土地にいるんですか。そう、裸のおじさんがいますよね。そう、いるんですよ。なんでいるんだろう。うちの地元はピースおじさんっていう。ピースすると追っかけてくるっていう。帰りの会とかでも気をつけてくださいみたいな、もう、あ、そうが出るみたいな。ちょっと、なんだろう、かなり綺麗になって、あ、でも整理されたのかもしれないですね、うん、合ってるのかなっていう気がしてきますけど、あ、ここの上かな、学校。あ、こっち行ける。お、行ってます。どんどん進んでいける。どんどん行ってみましょう。あれ、進めない。あれ、これ以上は進めないのか。封鎖された道。来た。記憶が。来た。ここ。ここ来た。ここ、ここら辺の電柱に一回ぶつかったことある。細かい演出をありがとうございます。でね、この塀をね、よくあの右側の塀をね、登ろうとしてよく怒られてた。ありますね、そういうのね。小学生は登りますよね。来た。あ、ここだ。ここが校門の裏口の方ですかね。あ、これはね。うん、でもこっちから通ってました。はい、あ、入っていって。うわ、でもここだ。それが私の思い出の青葉台小学校。青葉台小学校。うん、2年生から6年生まで通った。いましたね。すごい活発な子で、本当にこの時は本当にもうまだもう明るい、まだ明るく。ちょっと何があるのかな。もう。そうなんですね、はい。運動とかやってたんですか。運動は、いや、全くやってなかったです。あ、それはやってなくて。はい、逆上がりもできない子だった。でも遊ん、もう活発に遊んではいた。そうですね、かなり都会遊びというか、まあ、なんか友達の家に、はい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 、みんなでなんかこう誕生日会とかもすごいちゃんとみんなプレゼントとか持ってきてたりとか、あとそうですね、みんなで漫画読んだりとか、はいはいはい、結構なんか都会感がある遊びを割としてらっしゃったんですね、うん、よかったっすね。いや、よかったです。たどり着けましたよ。ちょっと正面とかどうなってるの。あ、ちょっとね、正門、正門行ってみます。正門どっちからですか。こっちから、この下に行くとね、あの駄菓子屋さんとかも、歯医者やっぱりあるんですよね。歯医者さんとかの近くに駄菓子屋さんもあって、わあ。俺は多分この先に何個もの肛門を見れるんですよ。そうですよ、皆さんはね、うん、うわこういう懐かしいでしょ。懐かしい。ここはさすがに変わってないでしょ。やっぱ変わってないと思います。でもあんまり通らなかったですよ、裏門とか。わあ、なんだなんだ、あ、ゴミ捨て中。ゴミ捨て中ね、ちょうどね。ゴミ捨て中ですね、すいません。ちょうど取られちゃいましたね。あ、で、こあ、ぐるっと回って、回りましたね、今ね、回りましたね。あ、書いてある。はいはいはい、大小学校。あ、こっち、あ、でもここ、あ、ここが正門だ。青小って呼んでたんですけど、はい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 、まあ、なんか運動会とか、はい、運動会って言わないんですよ。え、なんていうんですか。スポーツフェスティバル。もうすごい、なんだ。スポーツフェスティバルって言うんですよ。
回のテーマソングがあって、はい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 、青葉の丘に響く声、今日は楽しいスポーツフェスティバル in 青台、オリジナルオリジナルソングがあるんだ。ソングがあるんですよ。その作曲クラブとかあって、その作曲好きの先生がいて、はいはいはい、その先生がその確かスポーツフェスティバルの曲も作ってて、ああそうなんですね、うん、じゃあもうあれだ、その高槻さんの音楽体験ですね、うん、スポーツフェスティバルからね、だって歌うわけでしょみんなで。そうです、みんなイン危ない言いたいね、さすがに確かに言いたいねやるんですよ。今もあるのかな、絶対あるでしょ、スポーツフェスティバル。ぜひあの見てらっしゃる方で、青葉台小学校の出身の方いらっしゃったら、いや一緒に歌いたい、ね、まだやってるのかどうか、うん、情報、そんな学校でした。なるほどなるほど。で中学校からはまた引っ越したんですか。そうなんです、ここから小学校6年生の秋休みっていうのがあって、あ、え？なんか最近2学期制がもう主な感じ、前期後期みたいな、前期後期みたいな感じで、おしゃれじゃねえけどあーじゃあ冬休みじゃなくて秋休み、そう秋休みがあって、はいはいはい、でその秋休みにあのまた転校したんですね、しまして、はい、でそれがまた、神戸に、あ戻るっていうか、戻りました。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、じゃあその神戸、神戸いますか、また学校の前に降り立ちます、はい、そうですね、港町から港町へ、浜っ子なんです、浜っ子、神戸っ子、うわめっちゃ地元だ来たーどー来たこれは中学校ですか。中学です、通っていた神戸市立本庄中学校。本庄中学校、はい、あでも工事してるねえ、あれこれなんか、え高架がもう高架ができてる、できてます。え電車かな、電車ですね、あれ普通に、あれ下線路通ってなかったっけ、あ上に上げたんじゃないですか、上に上げたんですかね、ああ道狭くなってる、本当だ、ね、こんなもっと広かったと思ってたんですよ、広かった気がします。じゃあ中学校時代は、うん、部活動とかやってたんですか。中学は、バレーボール部に一応入りました。はい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 、それもあの横浜時代にすごくなんか今親友の女の子がいて、その子がずっとバレーボールをやっていて、うんうん、で中学入ったら別々になってもバレーボール部に入ろうねって、あ 共通点でね、そうなんですよ、で言って、はい、ちゃんと入ったんですよ、はいはい、から、うん、もうすぐ私はもう闇落ちしていや闇落ちしまして、えれえ強えワードが出てきた闇落ちっていう、オタクのアニメオタクの道へ。 あ、じゃあ中学校の時にこうアニメにハマって、中学3年間はほぼほぼ不登校してました、うってなってしまって。なるほどね、なんかもともとひょうきんな性格だったんですけど、うんうんうん、心を閉ざしてたのがそのお芝居を始めることによって、でまたそっかまたひょうきんになってグッバイ